どうもこんにちは。オーストラリアでプレーしています飯田晃大です。現在自分はオーストラリア3部でプレーしてるんですけど、そのチームのチーム環境だったり、あとはまあ今日練習があるので、その練習までどのように過ごしてるかっていう一日を、動画で撮っていこうと思うんですけど、自分がプレーしているオーストラリア3部のプレストンライオンズっていうチームは、チームの環境とか、あとは規模は結構大きいものだと思うので、開幕戦にはサポーター6000人近く入ってましたし、もうオーストラリアのその3部とか2部にはなかなかないのかなと思いますし、そこのチーム環境というかロッカールームとかだったり、そういうのを映していければなと思うんですけど、そんな自分は、リーグの4試合目で、肩の脱臼をしちゃって、全治は病院の方で8週間って言われて、今現在5週間なんで、もうちょっとではあるんですけど、自分の YouTube チャンネルで、今シーズンは怪我なく終えることができましたっていう感じで撮ることはないんで、ちょっと、そこは今年もできなかったかってところはありますけど、切り替えて復帰した時に活躍できるように、自分ができることに取り組んでいこうかなという感じです。そんな感じで、今日は、チームの環境と、自分の練習までの一日を動画に収めていこうと思うので、まず、ちょっと今朝なんでカフェ行って来ようと思います。練習が夜の6時半からなので、基本的に朝は起きてからカフェ行って3、4時間ダラダラして、お昼ご飯、ちょっと遅めのお昼ご飯食べて練習行ってますね。今日めっちゃ天気いいですね。ここ最近メルボルン寒くて、今自分オーストラリアのメルボルンにいるんですけど、本当に気温の変化が激しすぎて、本当寒い時めちゃくちゃ寒いし、で、と思ったら次の日すごい暖かくなったりとか、その上下がすごすぎて、服とかすごく難しいんですけど、なんかその感じも少しずつ慣れてきたっていう感じです。家の周りは、こんな感じです。で、オーストラリアは家賃が高いのと、あと、家を見つけるのが難しいっていう感じにはなってるんですけど、そこのところも全部チームが支給してくれたんで、そこはすごく助かってますね。で、家の周りなんですけど、本当結構いろいろあって、ここ曲がったところに、本当家の近くにスーパーがあるんですけど、この中にスーパーだったりカフェとか、あと、日本人がやってない、寿司、なんていうんですか、寿司。で、あっちにもジムがあって、そこのスナップフィットネスっていうところは自分がよく行ってるジムです。で、セブンイレブンもあるんですけど、家の前にはすぐにこういうトラム、路面電車も走ってて、ダウンタウンっていうか街の中心の方に行くにはこれ乗って3、40分くらいで行けるので、そういうところもこの家周りはすごく住みやすいなってところの一つですね。自分がよく行くカフェは家の周りに3つぐらいあるんですけど、その今日は1つを行こうと思います。本当はその2つ、アーモンドクロワッサンとかすごい美味しいんで、それにしたいんですけど、今日の気分はそれが売ってないところの気分なんで、そこ行こうと思います。How are you? Can I have this one? Is it chocolate cake? It's a black forest cake. Okay, yes. I take that. Latte? Oh yes, latte. Always. Your arm is better? Yeah, arm is getting better. Almost. But still, struggling. My you shoulder. Have to, because now chocolate cake, you have to drink a lot. Right. Have a good day.
あと30分くらいですかね、ここには練習行くって感じなんですけど、ちょっと開けちゃったんですけど、これですね、イフニっていうカフェで姉が働いてて大量にいただいたんで、それいつも入れて練習行ってます。まあ、そういうハンドドリップもそういうのいろいろないんで、ケトルでいつも入れてます。では練習行ってきます。練習場到着しました。こっち側は芝生のコート3面ぐらいあるんですけど、こっちでは女子チームとかあとユース生とかが練習してて、自分たちが練習するのはこっちの方のスタジアムになります。やばい。これが自分のロッカーなんですけど、みんな英語で書いてある中、自分だけ日本語で書いてあります。これは試合前にチームがサプライズでやってくれました。で、こっちがスタジアムなんですけど、こんにちは。こんにちは。Number one. No, always injury. 走るわ。走るわ。あとジョグで終わり。あとジョグ？はい、練習終わったのでこれから試合見に行って。俺が今週やるチームだ。あ、本当に？うん、ステートの？そうそうそう。そう、西がいるステート1ゴブリーグの試合をこれから見に行くと。行きたいと思います。で、エージェント、自分たちのエージェントと合流して、まあ、ちょっと行こう、していこうと思います。あーす、のほほんと行ってきましょう。行きます。スタジアム着きました。はい、どうぞ。お疲れ様です。お疲れ様です。自分のエージェントでシモンさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうも。おー、ナソ Who's this on the phone, bro? Who's on the phone, bro? Crazy owner. Hey, Hoki, how are you? Hey, alright, good? Yeah, I'm good. How's that? あ、シモンさん、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ、お疲れ。ブログです。撮ってんの？撮ってます。はい。あ、すごい。どうも。あれ見たかったよ。あそこの裏側にも。お疲れです。お疲れです。お疲れです。一回クラン行く。クラン。カジノ。クラン行く。クラリタ TV。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、という感じでちょっと昨日まとめの動画を撮るの忘れたので。もう次の日なんですけど、今回の動画では、チームの環境だったり、あとは練習がある日の一日、まあ、練習終わった後、試合、他の選手の試合を見に行ったりとか、そういう感じではあったんですけど、オーストラリアではこういう生活を送ってますっていうのをなんとなく届けられたんじゃないかなと思います。まあ、自分は今怪我してて、まあ、なかなかうまくいってない状況ではあるとは思うんですけど、まあ、自分が落ちそうになって、メンタル的に落ちそうになったタイミングでもシモンさんが電話かけてきてくれて、そこで、自分のメンタルケアというかそういうところもしてくださりますし、もともと仲いいチカラさんだったり西だったり、まあ、そういう人たちが本当このメルボルンにいるっていう、たまたまこのメルボルンで一緒になるっていうのも縁を感じるというか、本当すごく自分の中でも助かってるところではあります。本当にこのオーストラリアにいると特に、やっぱ日本人選手がすごく多いので、会う機会だったり話す機会が本当多いんですけど、
それで本当思うのはみんなうまくいってないなというか、やっぱり何かしら、悩みだったりこう、まあ、みんな抱えてて、でその中で挑戦しててっていう、自分はそう感じるんですけど、これまで海外でプレーしてた時そういうのに直面するとやっぱ自分だけなんじゃないかっていう、このきついのはみたいな、やっぱ他の人見てると、まあ、すごいうまくいってるなみたいな、羨ましいなというか、やっぱそういうので余計に落ち込むみたいなことがあるんですけど、本当に全部がうまくいってる人なんて本当に一握りというかなかなかいないと思いますし、まあ、なるようになると思ってというか、まあ、自分が今その前向きにトライとか前向きに進めてるのであれば、その前向きに進めてる自分を褒めてあげて、やるだけのことやっていけば、まあ、おのずといい方向に行くんじゃないかなと自分は思うので、まあ、それがすぐ結果に出るか出ないかは分かんないですけど、こういうそういう状況とか経験は絶対に無駄にならないとは思うので、そういうところから、自分にとってプラスになることだったり何か得れるものを探して、まあ、取り組んでいこうと思います。今回も最後まで見ていただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。では失礼します。